ヤクルト新助っ人外国人。今回の動画ではヤクルトの獲得報道が出ている新外国人全選手について分かりやすくまとめていきたいと思います。ヤクルトの新たな助っ人外国人として獲得報道が出ているのはライネル・エスピナル選手、ディロン・ピーターズ選手、キオー・ニゲラ選手の投手3人となっています。まずはライネル・エスピナル選手。ドミニカ出身、31歳、身長190センチ、右投げ右打ちのピッチャー。タイプは高速チェンジアップを武器に三振を奪う長身右腕。球種は最速153キロのストレートに加えてツーシーム、チェンジアップ、スライダーを持ち球としています。メジャーではレッドソックスとレッズに所属し、通算3試合にリリーフとして登板、0勝1敗、防御率 8.10。 AAA では通算109試合の登板、うち57試合で先発、28勝19敗、防御率 4.16。 今季はレッズでプレーし、2試合の登板で0勝1敗、防御率 7.71。 AAA では27試合の登板、うち21試合で先発、5勝6敗、防御率 5.50 となっています。先発と中継ぎの両方に対応できる選手です。エスピナル選手の特徴は奪三振率が高い、球持ちが良い、右打者に強い、ピンチに強いなどが挙げられます。2022年はストレートが 38%、 チェンジアップが 39%、 スライダーが 22% となっており、ツーシームは投げていません。ストレートの平均球速は 149.1 キロ、投球の約8割がストレートとチェンジアップとなっています。AAA では高い奪三振率を記録しており、通算の奪三振率が 10.3、 今季は 10.8 でした。今季の NPB の先発投手で最も高い奪三振率が千賀投手の 9.75 なので、非常に高い奪三振率だということがわかります。三振率が高い要因として、回転数の多いストレートと落差の大きなチェンジアップ、球持ちが良いことが挙げられます。ストレートの平均球速は 149.1 キロと特別速いわけではありませんが、回転数は2406回転で、 NPB の平均の回転数が2295回転であることを考えると非常に多いです。球速以上の速さを感じるキレの良いストレートということがわかります。チェンジアップの平均球速は 140.4 キロと NPB 平均の 128.9 キロを大きく上回り、かなりのスピードがあります。また変化量はメジャーの右投手の平均よりも倍以上の変化量があり、ストレートとの見分けがつきにくく、かつ大きく落ちるボールとなっています。チェンジアップのストライク率は 67% と高く、被打率に割0分0厘と低い上に、空振り率 23% と高く、大きな武器となっています。右打者と左打者の成績を比較すると、今季の AAA では右打者に対する被打率が2割2分7厘、左打者に対する被打率が3割1分3厘とかなり差が出ており、左打者にはかなり打たれています。左打者には球の出どころが見えやすく、タイミングが合わせやすいのかもしれません。対左右投球割合を見ると、右打者にはストレートが 62%、 スライダー 23%、 チェンジアップ 15%、 左打者にはストレート 40%、 チェンジアップ 46%、 スライダー 11%、 ツーシーム 3% とかなり偏りがあります。スライダーはカウント球として使われ、決め球としてはほとんど使われていません。また得点圏の被打率が2割2分3厘で、 NPB 平均の2割4分4厘より高い数字であることから、ピンチに強いことがわかります。課題としては左打者への投球とスライダーの精度などが挙げられます。スライダーは回転数が NPB の平均よりも少なく、ストレートの回転数を考えると改善の余地がある球種です。スライダーのキレが良くなり、決め球として使えるようになれば、さらに三振数は増え、投球の幅が広がると考えられます。ヤクルトはリーグ優勝は果たしたものの、先発の防御率が 3.84 とリーグワーストで補強ポイントであるため、エスピナル投手には先発ローテを1年間守るような活躍を期待しての獲得だと思います。2連覇中のチームに先発陣の安定感が加われば、3連覇が見えてくるのではと思います。次はディロン・ピーターズ選手です。アメリカ出身、30歳、身長180センチ、左投げ左打ちのピッチャー。タイプは緩急をうまく使う左腕。球種はストレート、ツーシーム、チェンジアップ、スライダー、カーブの5球種を持ち球としています。メジャーではマーリンズ、エンゼルス、パイレーツに所属し、通算59試合の登板、うち34試合が先発、13勝12敗、防御率 5.30。 AAA では50試合の登板、うち40試合で先発、14勝10敗、防御率 5.22。 今季はメジャーで22試合の登板、うち先発が4試合、5勝2敗、防御率 4.58。 AAA では5試合の登板、1勝0敗、防御率 1.17 という成績で、試合数は少ないですが好成績を残しています。先発リリーフの両方で期待できる選手です。ピーターズ選手の特徴は全球種をバランスよく使う、左打者に強い、リリースポイントが見にくいなどが挙げられます。メジャー通算での右打者、左打者の成績を比較すると、右打者が2割8分6厘、
左打者が2割4分5厘となっており、今季は右打者に2割8分4厘、左打者に1割6分0厘と左打者を圧倒的に得意としています。2022年の投球割合は右打者がストレート 28%、 ツーシーム 20%、 チェンジアップ 31%、 スライダー 4%、 カーブ 17%、左打者がストレート 14%、 ツーシーム 41%、 チェンジアップ 9%、 スライダー 26%、 カーブ 10% となっており、左右で違いがあります。右打者にはチェンジアップ、左打者にはツーシーム、スライダーを多く投球しています。また決め球も5球種をバランスよく使っています。ボールが先行しても特定の球種に偏っておらず、どの球種にも制球力に自信があることがわかります。リリースポイントの醜さも特徴の一つです。メジャーの平均よりも約15センチも体に近く低いというデータがあります。このことからリリースポイントが醜い投球フォームであることがわかります。球種ごとのリリース位置の差もないため、球種の見極めも難しい投手です。ストレートは最速152キロ、平均球速は 149.5キロと NPB 左腕としては4位のレベルです。課題は初球の成績が良くないことです。メジャー通算で初球の被打率が3割7分9厘、基本塁打11本とかなり打たれています。ファーストストライクの被打率も3割6分2厘とかなり高く、初球の入り方が課題となっています。メジャーでの実績を生かしてエスピナル選手同様に先発ローテに入っての活躍を期待されているのではと思います。最後はキオー・ニケラ選手。アメリカ出身、29歳、身長185センチ、右投げ右打ちのピッチャー。タイプはストレートとパワーカーブの2球種を操るリリーフ1。球種はストレート、ツーシーム、チェンジアップ、カーブを持ち球としています。メジャーではレンジャーズ、パイレーツ、パドレスに所属し、通算で243試合の登板で23勝13敗、28セーブ、59ホールド、防御率 3.33。 AAA では通算25試合の登板で1勝2敗、2セーブ2ホールド、防御率 6.00。 今季はメジャーでの登板はなく、 AAA で16試合に登板、1勝2敗、1セーブ1ホールド、防御率 5.74 という成績を残しています。ここ3年はメジャーでの登板数がわずかではあるものの、2015年から2019年の5年連続メジャーで30試合以上に登板をしています。中でも2015年は68試合の登板で7勝5敗、22ホールド1セーブ、防御率 2.39 と素晴らしい成績を収めており、2018年は守護神として24セーブを記録しています。近年はあまり良い成績を収めることができていませんが、実力と実績はあるので活躍する可能性は十分あると思います。ケラ選手の特徴は非常に高い奪三振率、ほとんどがストレートとカーブの2球種、右打者に強いなどが挙げられます。2021年メジャーでの投球割合はストレート 53%、 カーブ 46%、 チェンジアップ 0.5% となっており、ほぼストレートとカーブの2球種で勝負をします。奪三振率は驚異的で、メジャー通算で 11.0、 AAA 通算で 12.8 となっています。 MLB では奪三振率が 10.0 を切ったことがなく、1イニングに1個以上は三振を取るということになります。対右打者、左打者の成績を比較すると、メジャー通算で右打者の被打率が1割8分6厘、左打者が2割3分2厘。今季 AAA でも右打者には1割9分4厘とかなり抑えています。投球割合はストレートとカーブの比率はほとんど変わりません。チェンジアップは左打者への投球のみとなっています。ストレートはカウント球、カーブが決め球として使われています。ストレートの最速は 160.5キロ、平均球速は 155.0キロとかなり速く、カーブは縦に落ちるパワーカーブで、平均球速も 134.2キロとかなりの速さがあります。ストライク率 65%、 空振り率も 21% と非常に高く、この球で多くの三振を奪っています。さらにオーバースローであるため、角度が大きいことが三振を多く奪っている一つの要因と考えられます。ケラ選手の不安材料は2021年にトミー・ジョン手術を受けており、その翌年の2022年は四死球率が 8.6 で、制球面に不安があります。また2019年に小石球を投じた後にヤジを飛ばし乱闘に発展したこともあります。これにより10試合の出場停止と罰金の処分を受けました。イラッとしやすい性格の可能性もあり、不安材料の一つです。守護神を務めていたマクガフ投手が退団するため、この穴を埋める補強だと考えられます。実績も十分なので、新守護神として期待できるんじゃないでしょうか。新外国人選手の特徴を簡単にまとめると、落差の大きなチェンジアップで三振を多く取るエスピナル選手、緩急をうまく使うピーターズ選手、実績十分で奪三振率の高いケラ選手となっています。リーグ2連覇を果たしているヤクルトですが、先発陣の防御率がリーグ最下位、マクガフ選手の退団で不安の大きな投手陣、新外国人の3投手にかかる期待は大きいのではと思います。打撃陣が強烈なだけに、投手陣が安定すれば3連覇の可能性もかなり上がると思うので、来季のこの3投手の活躍が優勝の鍵になるかもしれません。ということで、今回はヤクルトの新外国人選手について動画にしていきました。
他にも阪神の新外国人や巨人の新外国人、これから獲得報道が出てくる他球団の新外国人についても動画にしようと思っているので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。